どうも、ボビーアトレザーのボビーです。今日はですね、12月5日、ね、95回目の配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。どうも、ボビーアトレザーのボビーです。大阪のですね、ボビーアトレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。ね、今日は12月5日の土曜日、ね、土曜日なんですね、ゆるい配信ということでですね、今日は趣向を変えて、このね、ギターを、ね、抱えてですね、ちょっとまあレザーの話じゃないんですけどね、まあちょっと弾き語りを披露してみたいなと思いますね。もう95回目なんでね、うん、これ流れてるのかな、これ今なんか画面見たら、動画の再生で何かしらのエラーが発生しましたって出てますけどね、流れてるんでしょうかね。まあ、ヒヤヒヤしながら配信してますけどね、聞いてます、聞こえてますね。それですね、まあ、ボビーアトレーザーのですね、ね、なんですか、レーザーをね、アイテムですね、とか T シャツとかいろんなものですね、いろんな方が、ね、本当に、全国いろんな方がですね、楽しんでくださってましてね、まあその中でですね、こう同じような趣味の仲間も多いわけですよね。やっぱこう属性が近いというかですかね。でまあ何ですか、同じように同じ音楽ファンというのもいましてですね、その方とですねすごくまあまあ会うたびにですね、一緒に、僕が東京とか行った時に飲み一緒に酒飲んで盛り上がったりとかしてる友達がいましてですね、いつもねボビーアトレザーの名刺入れとかをですね、大切に、してですね、いつも持ち歩いて、ね、いろんな活動してましたけどね、ね、そういう友達がありまして、で、まあ、今日はですね、その友達で盛り合ったのがですね、中渕剛さんのファンということでですね、僕も実は中渕さん少し好きなんやって話をしてて、で、まあ今日はですね、そんな友達とですね、思ってながらですね、一曲ちょっと披露してみたいなと思いますね。まあ、もしよかったらお付き合いください。全てわかっているつもりの自分が
にもお前が歩いてきた道も信じきれぬままの歯がゆさの中でためらいながら俺は道を探すだろう。今度生まれてくる時は幸せな日々を送れるといいね。お前が好きだったあの歌を今夜は朝まで歌ってあげるよ。剛さんの祈りという曲でした。まあまあ、 あの完コピとかじゃないんやけどね、ちょっとまあ、 ちょっと演奏したいなという気持ちですね。ちょっとこう最近ちょっとギターをですねご無沙汰してましてね、まあちょっとまた歌うきはない、いかんような機会もちょっと増えたりとかしてですね、ちょっとギターをちょっとずつ触ってリハビリしてる最中なんですけどね、まあレーザーの制作をここでやりながらブログを書きながらメールの返事しながらの隙間でね、まあちょっと今日ね今日配信何しようかなと思いながらですね、ちょっとまあ一曲ね、弾き語りをこのページでもね、ちょっと場違いかもしれませんけどもね、弾き語りをしてみたということですね。まあね、僕の大事な友達のね、仲間たちがですね、なんか同じ長渕ファンも多いやろということでですね、クレームは一切受け付けてませんけどね。まあね、まあそんな感じで、今日はね、そういう音楽演奏をしてみたということですね。まあ、配信に、ね、させてもらいましたです、ね、またね、この土日ね、まあ、天気も良かったらね、まあ、いいですね、まあ、こうお掃除、年末のお掃除と、ね、したりとかいろいろ、まあ、皆さんいろいろ世話しないこともあると思いますけどね、充実した安心安全なでポジティブな土曜日をお過ごしください。またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。